岡山武道館内部岡山武道館は岡山県岡山市北区泉町の岡山県総合グラウンド内にある武道館である。1970年春工。建物は岡山県が所有し、財団法人岡山県武道振興会が指定管理者として運営、管理を行っている。主動場は座席数2800席。武道競技だけでなくバレーボール、 バドミントンにも対応できる。その他、柔道、剣道の練習道場もある。なお、建物や設備は竣工当時から大きな修繕工事等は行われておらず、老朽化が進んでいるため、当施設の建設資金を負担した岡山県武道振興会から施設の改築が要望されている。年間約9万人が使用し、主に武道競技が中心で、 2009年まで毎年開催された都道府県大抗全日本女子柔道大会や2005年の晴れの国岡山国体の会場としても使用された。さらにはプロレスの興行にも使用され、全日本プロレス、新日本プロレス、国際プロレス、プロレスリングのはワジャパン、全日本女子プロレス、ネオ女子プロレスが岡山での興行の際には使用していた会場でもある。 ラッシャー・秋村とアシュラ・原も東武道館で金網デスマッチを行ったほか、1991年4月4日には全日本プロレスの井上正夫と朝子格の両レスラーが東武道館にてデビュー戦を行った。試合カードは桃田光夫、井上正夫組 VS、リチャード・スリンガー、朝子格組。プロボクシングでもウルフ・とキミツが オセアントニオ・アギーレの持つ世界タイトルに挑戦した試合や、オケロ・ピーターが、トアキバタ・セファの持つ、アプブフ東洋太平洋ヘビー級王座に挑戦した試合、そして最近では2014年に、東洋太平洋スーパーバンタム級王者、脇ンゴの外旋試合が東武道館で行われた。また、卓球 T リーグ、岡山リベッツのホームアリーナとしても利用される。ありがとうございます。